のここめっちゃ不気味なんですけど。クイーン大丈夫？大丈夫よ。早くソフィーを探しましょう。待って、何かあるわ。これってボイスレコーダー？とりあえず再生してみるか。この計画は研究者にとって、いや全ての被験者にジェイルシステムが完成すれば人類は苦しみからと、さあ祝杯をあげよう。エマを利用すれば。エマ？それにカイシンって。やはり一ノ瀬の言ってた通り、ジェイルシステムとも言ってたよね。ここで研究していたものが読めてきたんです。ええ、とにかく今ここで考えだね。いったく、あのバカ。なんか暗くないか？一層不気味な雰囲気だな。何が待ち構えているのか。視界が悪くて危険だ。ソフィーは心配。いた！ソフィー！ソフィー！すまない。声がしたとか言ってたよな。いや、ここで俺たちには何も聞こえなく、ソフィーにだけ聞こえたの？不思議な声だった。それにもしかしたら私、ソフィーのことを。私は人の良き友人になれという命令以外何も、みんなと旅をしていろいろなことを知った、それがわかるかもしれないと思ったら心配かけて。ありがとう。ソフィーが何者か。え？どういうことだ？前から疑問だったんだ。ジェイル、エマ、我が輩たちはジェイルでソフィーを。そのジェイルにはエマって AI が関係していて、これが単なる偶然なわけがない。だからジェイルを調べていけばその答えに。なるほど。すぐ。それに我が輩には自分が誰かわからないってのは謎の声の正体。そうね。みんなありがとう。んじゃ、ここの目的が2つになったな。そんでもって、うん、依存ない。仲間を助ける。よし、改め。向こう側、シャドウがいるぞ。気軽な。もらった！ブルボッコだ！しまうのは。あれ、やっ、終わったのか？あっけないな。うん、次も頼むぞ。気になるものがあるな。近くにシャドウの気配があるぞ。捕まえた。うわ、熱い展開じゃないか。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。余裕だな、
顔に書いてあるぞ。じゃあこの調子で行こうぜ。よし、いねえな、とっとと行こうぜ。そこまでだ。これが私の本気です。チャンス。うわー、すごい、ナイスだ。うまくいったね。今の良かったぜ。食らいなさい。よっと。宝箱発見、開けてみよう。やった、ゲット。役に立ちそうじゃね。ビビッ。実験に関わった人物の声。本当に？お、シャドウは気づいてないか。逃がしません。チャンスじゃね。よし、もらった。勝利は確実だね。終わりが近いな。片付けてしまおう。これが私の本気です。最大火力。ちょっと物足りないかな。この調子でゴーだ。見つけたぜ。注意しろよ。ねえ、ここってさ、 AI の研究所なんだよね。そのはずだが、設備を見るまるで人体実験場だな。人体実験。ここのキングが現実の研究所をそう認知してるってことになるが。チッ、胸クソ悪いぜ。コンテナがたくさん。人一人は優に入れる大きさだな。いたぞ。よっ。チャンス。うわー、うわー、ナイスだ。うまくいったな。くっそ、まだいんのかよ。やりましょう。これが私の本気です。ヘルソナ！ドラゴンスマス！シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ！よっ、はい！遠慮しません！ゴール！体力少ない！やりましょう！よっ！はぁ！ソフィーの攻撃力が下がってる。キュッ、ノワール退却！クラッシュ！頼む！邪魔！ライジンの！
攻撃だ。スカル記録、スカルが時々かっこいい。アナライズ完了。格下なら物理の効かない相手だ。マジめんどいな。やっちまえ。行くぞ。限界みたい。あ、宝箱。したぜ。どうする？聞いてみましょう。ムムカタ所長、もうやめましょう。こんな実験危険すぎます。それがあの方からの命令だ。実際に人間でテストしな。ですが実験に飛ん。やっぱこの島がおかしくなったのは。ムムカタ所長と言っていたな。人、あの方から願いを奪われた人間がどうなるか。所長もすでに認知世界を利用し、様々な問題を解消。我々が遅れを取るわけにはいかん。この計画、私はあの方の目、人を奴隷にするシステムの先に。この計画は信託なんかじゃない。おぼろげだが、全容。ああ、その実験にモニタリング云々ってメールもあったし、信託とも言ってたね。でもそれとエマが謎だな。エマの役割は。それに所長って人が話してたあの、おそらくはこの。いよいよ尻尾見えてきた。とにかくまずは願いだ。先に進もうぜ。頼んだぜ。わかりました。チェックポイントを発見。記録しましょう。あれ何なんだろう。あれはシャドウ。どうしよう。いける。
好きなタイミングでいいから。4人の様子がいつもと違う。何かあったのか。誰でもよく準備があるってことかな。遠慮しません。チャンス。私はあと少しだ。畳みかけろ。これが私の本気です。作ったぜ。余裕だぜ。どんどん進もう。はっ、よし、油断はしないでね。鮮やかに決まったね。ふん、敵がかわいそうだな。次もうまくいくといいね。反応ないな。この辺りは平気みたいだ。ボイスレコーダーか。島民の願いや謎の声も気になるが。そうだね。やべえなこいつ。願いを渡せだと。島民の願いばかりか。だから私をキングの試験隊に。初めから空物に。キングの試験隊。私はまんまと騙され。だが渡さんぞ。私の願いは私誰にも渡して。願いを奪われるような話をしていたな。先に進んでみるし。やっぱり声が聞こえてくる。私を知ってるのか。ソフィー、あんま考えすぎんなって。ああ、悩むより行動だ。スカッ